はい、こんにちは、ビッグボーイです。マインクラフトプレイステーション4エディション、今日はクリエイティブでちょっとやっていくんですが、今日は主にちょっとまたざっくりとこのプレイステーション4版のマインクラフトの仕様だとか3版との違いだとかをまたいろいろ検証も含めてやっていきたいと思います。この TNT はちょっと後ほどやるとして、でまあちょっと今日主にやってみることは、この TNT を爆破した処理落ちの程度と、あとですね、このマップについてなんですけど、マップがプレステ3版の36倍の広さになったってパート1で言ったんですけど、それだともなんか漠然すぎてまだしっくり来ないので、試しにマップの行けるところまでどんどん行ってみようかっていうことをやろうじゃないかってことと、あと動物を試しにここにたくさん沸かせてみようだとか、あとネザー調査だとかローディングの速さだとかをいろいろ検証していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では最初にちょっとマップの長さについて検証してみたいと思います。今このワールドは今クリエイティブで生成したばっかりなんですけど、今まあこの辺にいると、でそうだね、 Y 軸こっちに行ったら Y 軸が進んでいく感じなのかな、違うな、ちょっと一旦開けたところに出て、クリエイティブはなんか超スピードで移動できるので、じゃあ X 軸でいくか。今 X 軸25の地点にいます。ちょうどここ、あ、ちょっと待って、なんか土かなんか出しといて、はい、今 X 軸25の地点にいます。でこっからぐーんとまっすぐ、あー落ちたぐーんとまっすぐ行ってですね、どの辺まで先に行けるか検証してみたいと思います。まあ、ここはもうかなり倍速でダッシュしていくので。よし。ゴー。で、待って、ちょっと待って、目の前に山岳があった。はい、じゃあこの辺からぐーんと X 軸方向に行きたいと思います。Go! はい、止まりました。こっから先はもう行けないようです。なんか、奥一面が海になっちゃってるけど、X 軸25から始まって今、2559のところまで来ました。プレイステーション3版のマップの1枚の広さが確か、800、なんぼだっけな。ちょっとそこは動画に字幕で載せとくんですけど、多分もうこの時点でマップ3枚分までの広さ、X 軸は進んだと思います。だから、X 軸25の方向からまた後ろに進むと多分、同じ2000近いマスまで進むと思うので、まあ、ちゃんとマップは3番の36倍になってると思います。マップ 6×6 の大きさでちゃんとなってますね。というわけで、直進してみたら、X 軸25から2559までのマスまで進めました。はい。では次に、ロード時間の検証をしたいと思います。こちらの映像は上がプレイステーション3で下がプレイステーション4のワールド生成時のロード時間の計測となっています。ここでは特に関係ないんですけど、プレイステーション4には3にはないオートセーブ機能というものがあって、プレイしている時に自動的にセーブしてくれるという機能があってですね、いちいちスリーバーみたいに切り替えせずにセーブしてくれて、終了時のロード時間を短縮してくれるっていう機能があります。なんて言ってる間にもうプレイステーション4はワールド生成が完了しました。25秒24で非常に速いスピードでワールドを生成できます。3番まだかかってます。はい、3番が51秒10でワールド生成が完了しました。
4番はつまり3番の2倍近く速いというスピードでワールドが生成できるというわけです。では次にゲーム終了時のロード時間の検証をします。これちょっと比較のものがないんですけど、これはすごく速いです。オートセーブ機能があるおかげで4番は6秒ほどでワールド保存が終了します。はい、では次に、動物を一度普通に動画のパート2あたりで鶏が17匹18匹ぐらいしか沸かせないってなったんですけど、ちょっともう一回ここでクリエイティブで検証してみたいと思います。じゃあそうだね、じゃあとりあえず鶏の卵で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17体だね。ここではもう17体しか沸かせないというわけですな。やっぱ少ないね、これは。ここは3ワンと変わらないところなので、まあちょっと少ないかなって感じがあります。はい、では次に、そうだね、鶏は17匹となると他の動物も同じなのかちょっと検証したいと思います。じゃあ牛1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34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 、
ここに沸かすことができます。まあ、鶏よりだいぶ多くスポーンさせることができるって感じだね。で、今のメッセージウィンドウに犬って文字がなかったから、ちょっと犬もやってみよう。はい、じゃあ次に、鶏が全部で17匹で、牛、羊、豚、猫が40匹まで、で、そこに犬が書かれてなかったので、ちょっと犬じゃないか、狼か、狼も増やしていきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、19。ちょっと数はもしかしたら曖昧かもしれないんですけど、とりあえず狼は19体までですね。だから家に帰るワンワンの数は19体までと、定められてます。と、まあ、動物の繁殖数に関してはこんなところかな。あの定位置で増やせるのはここまでだけど、ある程度離れたら沸かすことができるのかっていうのはちょっと他はやりませんけど、まあ、とりあえずこんくらい増やせるということになります。はい、じゃあ次にネザーにちょっと足を踏み入れていたみたいと思います。まあ、一度ちょっとここはもう行ってるんですけど、暗黒界っていう設定になってて、はい、ネザーです。ここあてか早速ガストさんとスライムさんがいるけど、結構広い描写もある感じかな。で、ガストさんがすげえいるんだけど、で、広さに関してはちょっとネザーはちょっと情報がないんですけど、あの多分地上のワールドと同様結構広くなってるんじゃないかと思います。で、スポーンしてすぐここにあの遺跡があって、地図に座標が出ないので、ネザー、おそらく広いものと思われます。これかな、ネザーは。
はい、じゃあラストにこの TNT を起爆させて今回の解説動画を終えたいと思います。処理落ちの程度をちょっと見てみたいと思います。今のところ僕がプレイしててまだあのガクッとなんか処理落ちしたりするっていう場面は一度もないんですけど、試しにこの TNT を起爆させたらどんなもんになるか、どんくらい重くなるかちょっと検証したいと思います。着火。あ、そんなに重たくない。あはい、こんなところかな。なんかちょっと TNT の数がまだ少なかったのかもわかんないけど、そんなに重くならなかったかな。ちょっともうちょっと重くなるかなって思ってたけど、そんなに重くなりませんでした。はい、じゃあ今回はこんなところにしたいと思います。何かまたリクエストとかあればコメント欄で言ってもらえれば、また検証とかしてみたいと思うので、まあいろいろ言ってみてください。じゃあ今回の検証はここまでで、ご視聴ありがとうございました。